前田浩二です。500cm と A12 とプラナー 80mm のセットになります。まあまあまあですね。まあ悪くないと思います。すごく綺麗とかいう感じはないですが、悪くはないですね。この時代のはあまり革の縮みはないです。多少すれはあります。この辺も錆などないですね。よく鼻息で錆びてるのがあります、ね。スクリーン方眼が入ってますが、ちょっとこの真ん中辺ですかね、キュッと擦れが入ってる、擦れ傷があるのが分かると思います。まあそれほど気になりませんし、まあ、交換も簡単に可能です。方眼はやっぱりいいですね。使いやすいと思います。全く問題ないですね。大丈夫です。今フィルムを入れて1に止まっています。一応試しで何回かはシャッターを切ったりしています。今1秒です。絞りが22、動いてるのが分かると思います。このぐらいシャッタースピード速くなってくるとほとんど見えませんが、で終わりましたね。まあ通常ですと終わりましたらこう巻いて出せばいいですね。ちゃんと綺麗に巻けています。大丈夫ですね。大丈夫ですね。綺麗に巻けています。もう何回も一応テストは、テストというか空シャッターでやってます。マガジンの番号確か合ってました。合ってますね。で、まあ、一番マガジン問題なのはこのモルトスポンジですけども、まあ、こういうふうにやって向こう側が見えなければまず大丈夫です。もちろんこうやって見てここですね、向こうが見えてるようではダメですが、引き蓋を刺してグイッと下げても、あ、向こうが見えなければ、まあ多分 ほぼ大丈夫です。これ一応モルトは変えてあるありますので、まあしばらくは大丈夫だと思います。ボディ側まあ多少使用感ありますが、まあまあ悪くないと思います。動いてますね。今1秒ですね。バルブも大丈夫。このようにスローもきちんと動いてますね。大丈夫です。高速も開いてます。開いてますね。絞っても大丈夫です。あとはもう絞り込みですね。絞り込みレバー、これ結構今
アダプターで使う方は絞り込みレバーが使いますのでね、これは確認した方がいいと思います。あとセルフ、セルフはあまり使わない、これ離しちゃうとバックシャッターも落ちてしまいます。動いてますね。まずまず悪くないと思います。スクリーンはやっぱすれがちょっと見えますね。ガラス自体は綺麗です。ボディ悪くないですね。この頃の 500cm は結構作りがいいと思います。でレンズですが、まあ普通に使ってあるかなぐらいですね。汚くはないですが綺麗とまではいかない感じで、フードはプラのがついてます。でこのフード、どうしてもこのハッセルはフードとかキャップをこう取り付けるとどうしてもこう擦れますので、やっぱり先端ちょっと擦れてますね。キャップがついてます。キャップもとかフィルターも一緒です。これこでどうしてもやっぱり擦れてますが、ちょっと擦れが多いかなって感じはします。先端ですね。ただ全体的にはまあまあ、レンズプラナ80-28-560/560万台、いいですね。 T スターになってます。この辺は特にいいと思います。レンズも、ま、このように普通に見てる限りちょっとほこりあるかなぐらいで悪くないと思いますが、まあ、ペンライトで見れば、あ、スカッとしてますね。でもね、ただ薄い曇りみたいな汚れみたいのは、まあ、この当時のレンズはどうしても出てると思ってください。ただこのようにスカッとしてます。まあ、多少はあります。ないとは言いませんが、かなり綺麗な方でしょう。コーティングも剥がしたような変なね、白い反射が、白くなってる反射がある、面があると素人さんがゴシゴシこすってしまった可能性が高いですが、このように色が全部ついてれば大丈夫ですね。シャッターも大体いけると思います。とりあえず細かな精度はちょっと無理ですけれども、一応動いていましたね。まあ、標準セット 500cm の標準セットになります。一時ハッセルもすごく安くなった時期があったんですが、最近なんかまた戻ってきてるような感じがしますね。レンズ、これもデジタルで遊べる、遊ぶにも十分いけると思います。セットに、標準セットになります。